はい、皆さんこんにちは、吉野正です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはこちらですね。バシン、はい、ファミリーマートさんで買わせていただきました、ミックスナッツタルトでございますね。168円。はい、早速開けてみましょう。ビジュアルがいいですね、これね。もう僕絶対うまいです、買って食べてみてくださいっていうアピール抜群って感じですよね。はい、わからない。こちらは食べないでくださいね。はい。星10個。そんなわけないですね。はい。はい、これ、ポロポロこぼしそうなんで、ちょっと体勢を整えますね。はい、整えた。はい、出した。タルト。はい、わかりますかね。アーモンド。ね。カシューナッツ。はい。で、私の大好きなクルミですね。3つのナッツですね。がタルトに入っておりますという感じですね。これ温泉だったらこれ入りすぎですよね。ちょっと詰めてくれって感じですよね。これも湯船に浸かりたいって感じですよ、ね、ぐらいぎっしり詰まってますね。いただきます。Sorry。 甘かな。僕が大好きなものがいっぱい詰まりすぎて、逆に、って感じになったては。まあ、うまいですけど。まあ、うまいですけどね。これもし10個食べてって言われたら食べれます。はい。っていう感じ。うまい。うまいけど、僕が予想してたのよりはっていう感じですかね。大好きなね、素材がいっぱい入ってて。で、しかもタルト。ね。期待しすぎた割にはって感じですね。うまいですよ。だから星は5つですけどね。はい。なるほど。ありがとうございました。ということで、今日ご紹介したのはですね、ファミリーマートさんで購入しました。なんだっけ。ミックスナッツタルトだっけ。袋捨てちゃったのかな、これ。あれ袋どっか行っちゃった。はい。ミックスナッツタルトだったと思います。袋どっか行っちゃった。168円でございました。ありがとうございました。